はい、こんばんは、ななだです、えー。今回はちょっと楽しい話じゃないんですけど、ちょっと一つ言いたいことがあったので動画にしました。えー、この画像は、えっ、ー、と、おとといの札幌対浦ツの札幌ドームの試合の試合前とかハーフタイムにオーロラビジョンに映った画像です。で、まあ、この前にもう一つ画像が、あの、 メッセージがあって、それは、えサポーター席の、え前から1列目、2列目、3列目に関しては、大きな旗を振る人たち以外は、まあ,あの、入らないでくださいと、立ち入り禁止ですよ、という形で、まあ,あの、ゴールが決まった時には、って旗を上げる人たちは、そこにいていいけど、あとはダメですよ、っていう中で,で、その次にこれが守られない場合は、 バス規定になりますよっていうのが、この画像のように映し出されてました。で、自分はこの試合を、えっ、ー、と、ゴール裏の、あの、サポーター席と干渉地帯を挟んで、えー、すぐ横の、えー、コーナー付近で見ていたんだけど、まあ、裏側の方の席に関しては、まあ、明らかに3列目までにたくさん人が入っている状態で、 この画像、この映像がオーロラビジョンに映った後すぐに、あの、まあ、アルバイト的な方だと思うんですけど、結構10名ぐらいの人たちが、まあ、えっと、レッドサポーター席の最前列まで行って、どうにかして、あの、そこから出てってくださいね、みたいな話をしてるように見えたんですけど、結局出てかないで、まあ、数に物を言わせて、 あの、レッツサポーターが居座って諦めてアルバイトの人たちは出てくっていう感じの光景が見られました。で、まあ、あの、この試合に限らずなんだけど、あの、レッツのサポーターがどうしてもちょいちょいルール違反を犯すっていうことがいろんなメディアに取り上げられたりしてるんだけど、まあ、ね、基本的にはレッツを愛する気持ちいいっていうことから、あの、行っている行為だと思うんだけど、 こうやって罰則規定とかに関わってきますよって話になっちゃうと、うん、本当にチームのためになってるのっていう部分。そこが、どうしても疑問に思えてきて、うん。愛ゆえにって言えば、聞こえはいいけど、ちょっと自己満足になっちゃってんじゃないかなっていう部分を感じる部分があったのと、あと今回こうして動画に上げたのは、ゴール裏のあの環境って、 群衆心理って言うんですかね。まあ、あの、大勢いるからこそ、一つの意見がブワーって広がっちゃうっていうような現象って起きてると思うんですよ。だから、三列目まで入らねえはい、入っちゃいけない知らねえよつって何人かが動いたら、行っちゃえ行っちゃえってなって、で、ダメですよって言われても、な、知らねえよみたいな感じで、そうだそうだってなってしまうっていうのって、 多分一人の問題とかじゃなくて、そういう群衆心理みたいなのが働いてるんじゃないかなと思いました。で、今回僕は干渉地帯を挟んで、ちょっと離れたとこから見てて、まああのね、どちらかというとその群衆心理の中に入らず、客観的に見ることができていたのかなと思うんですけど、まあ自分が思ったのはちょっと格好悪いなダサいなっていう部分です。 で、なんで動画を上げたかっていう部分に戻るんだけど、うん、ゴール裏の中では自分たちが悪いことやってないとか、あの、レッツのために正しいことやってると思っていても、一歩離れたところから見ると、同じ裏レッツサポーターから見ても、ちょっと格好悪いよっていう部分があるよっていうのを、まあ、ゴール裏の人にね、あの、伝えたいと。で、まあ、この動画自体、そんなにたくさんの人に見てもらえてるわけじゃないんで、 これを言ったからって、多くの人に伝わるとは思わないんだけど、でもまあ感じたことをね、まあ一列サポーターとして声に出すっていうのは、まあ自分に限らずみんながちょっとずつやっていかないと、うん、治らないのかなと思う部分があったので、まあちょっと今回声に出してみました。まあね、サポーターに対するね、思いとかを語っちゃうとね、時間がいくらあっても足りないんだけど、うん。 ね、今ちょっとね、こういうやってルール違反をしてる中で、ちょっとなんかやんちゃなヤンキーみたいな感じになっちゃってるなぁと思うんだけど、まあ、ね、これがね、ちょい悪親父みたいな感じでね、あの、渋くいい感じでかっこよさが出てくるといいなぁと思うので、そういう、ね、裏アレッツのサポーターになってことを期待して動画を上げてみました。なんか何が言いたいのかだんだんわかんなくなってきちゃいましたけど、まあ、 裏ドサポーター頑張ってください。